伯爵が戻らない。連絡もない。私は、まさかの事態を予感していた。共にタランテラを撃つという、私とアリからの申し出を、伯爵はお断りになった。アリをパリへと送り、私はこうして、伯爵の定宿の一室にて待機している。伯爵、どうか、ご無事のお戻りを。あなたには、まだ、真になすべき復讐が待っているのだから。はい。失礼。ここがモンテクリスト伯爵の部屋だと聞き及びまして。どなたでしょう。ドアを開けてはいただけませんか。誰も入れるなと申し付けられましたので。そうですか。では、力ずくで。スペイン広場近くのホテルとは、なかなか趣味がいい。こんばんは。ごきげんよう、お嬢さん。おっと、手洗い歓迎だ。そう、その顔ですよ。伯爵よりもずっといい顔をするじゃないですか。誰だ、背の高い男、死なない。心臓を弾丸で撃ち抜かれているのに、何もなかったように部屋へと入ってくる。弾丸は通じない。そう瞬時に判断する。ならばと私はどうせする。いとこほどではなくとも、私もコルシカ島の裏社会を生きた女。弾丸を食らっても暴れ回るアヘン中毒者を思い出しながら、ナイフを抜き敵へ迫る。敵は殺す。弾丸に一時は耐えようと、首を頸動脈を一撃とは。伯爵ほどではないが、あなたもなかなかの立ち回りですね。だが悲しいかな、私は人間ではない。死ね。的確に急所を刺してくる。なんと勇敢な女性でしょう。なんだ、貴様、どうして死なない。失礼。主人が主人なら従者も従者か。大した胆力ですね。話せ。話しませんよ。そうですね、多少遊ぶのもいいでしょう。1837年10月某日深夜、私の知る伯爵の物語は、残念ながら、ここで幕を閉じる。果たして伯爵は、この怪物。剥き出しにした白い牙を私の喉に突き立てる男に、勝てたのか、否か。伯爵はその後、パリでの復讐を成し遂げることができたのか。私には、わからない。私の命は、終わってゆく。伯爵、おじさま、コルシカで、まだ幼かった私の頭を、優しく撫でてくれた、エドモン・ダンデス様。どうか、あなたの心よりの願いが、叶えられますように。神よ、意図高き場所に追わすお方よ。どうか、彼に、魂の安寧を。
主様。